来た、パシフィカの方から。よし、準備はいい？来い来い、今だ。ドカン、一丁上がりね。あれ、なんで。くそ、やった。バナム、エンジンがまだ動いてる。このままじゃ逃げられちゃう。逃がすもんか。早く追いかけないと。私に任せて。バナム、何してるのよ。大成功ね。よし、行こう。やった。今のを食らって飛び続けるのは無理でしょ。ええ、きっと落ちてくるはず。確認したか。オーバー。正体不明の AV、 高度が下がってる。ミッチェルか、スコーピオン、なんであいつらが。発電機の調整はもう終わる。追跡しろ。俺もすぐに行く。ミッチェ、バッテリーの問題だ。スコーピオン、パナムだ。その AV には近づくな。繰り返す、 AV に近づくな。今向かってる。先にパーティーを始めてるぜ。あんたの AV なんだって。私が行くまで、いや、とにかく逃げて。きっと生存者がいるか確認するつもりなんだ。相手は企業なのに。パルスの影響でこっちの声は聞こえてない。くそ。レーダーに反応が3つ。ドローン、そう、来るよ。足止めをする気だ。そうはさせるか。ミッチとスコーピオンのとこまで行くんだ。こんな時に。すぐ直す。捕まってて、自動操縦にするから。さあ、ジャムってる。敵が迫ってるって。パナム、分かってる。ラッチ、開かなきゃ開かない。ちょっと待って。パナム、大丈夫、気にしないで。オッケー、これで待って。すぐ出すとしばらくは。了解、任せて。確かめに行きましょう。墜落現場が見えた。でもスコーピオンとミッチはいない。古そうだけど、いいか。B、 ドローンに接続して周辺をスキャンして状況を確かめないと。敵に見つからない。マスキングを使えば連中のスキャナーには何も映らなくなる。分かった、パナムにも映像をつなげる。了解。 B、 もしアルデカルドスが、ミッチとスコーピオンが連中にやられてたら、私どうしたら。大丈夫、接続完了、始めるよ。アルデカルドスの、みんな死んでる。 B、 もし。大丈夫よ、まだ決まったわけじゃない。
戦闘用ドローン、防衛システムが起動してる。一帯が制圧されてる。応援を待つ気だ。くそ。メイ、まずいよこれ。見張りが5人いる。に捕まってる。ランチャーを配備してる。これじゃ下手に近づけない。無力化できないの？あそこまでたどり着ければね。なきゃ二人に警告できたのに、全部私のせいだ。あいつらもあいつらで、なんで AV を追いかけたりしたんだ。ミッチがいたってことはスコーピオンも捕まってる可能性が高い。助けに行きましょう。まだ生きてるならね。きっと生きてる。大丈夫よ。あのランチャーがある限り近づけそうにない。よし、こうしましょう。あんたは車に残って。ダメよ、私も行く。あの二人は私の大事な。パナム悪いけど、その怪我じゃ何もできないでしょ。車で待ってて。ランチャーは私が何とかするから。でも、わかった。でもミッチのライフルがあるから援護くらいはできる。ありがとう。じゃあ行ってくる。終わったよ。今そっちに行く。ドアを開けて援護する。来るな。下がって武器を捨てろ。こいつを撃つぞ。何度も言わせるな。武器を捨てろ。よく考えて。その人を撃った瞬間、こっちもあんたを撃つしかなくなる。話したってどうして撃つんだろ。撃っちまえ。いい、私たちの狙いはあんたじゃない。乗客の居場所を教えてくれるだけでいい。どこに連れて行ったか知らないんだ。嘘だね。それとも言いたくないだけ。通信を復旧させ、
仲間に聞いてやってもいい。だがそのためには、あのカウボーイを覚えてるの？黙ってろ！ハナム！大丈夫？かすり傷さ。この大バカ野郎！撃たれたのか？待て、すぐに手当てしてやる。なんてことないよ。行こう。逃げることもできなかった。すぐに体勢を立て直してロケット弾を浴びせてきたんだ。みんな死んじまったよ。みんな？スコーピオンはここにいないの？ミッチ、ミッチ、あいつは無事なんだろ？すまない、間に合わなかったんだ。嘘だ、嘘だ、確かなの？そんな。私がもっとちゃんと知ってればスコーピオンは。お前のせいじゃない。あまり自分を責めるな。スコーピオンや他の仲間のこと間に合わなくて残念だった。みんな最高の奴らだった。どうしてこんなところで。私が止めてれば。俺も止めようとした。あいつはどうせ聞かなかっただろう。そういう奴だ。あの頑固野郎。ここにいるってことはお前も AV を追ってたんだろ。で、何が目的だったんだ。大丈夫？何か必要なものは。助けてくれてありがとうよ、ウィ。仲間のことは気の毒だったね。でももう行かないと。なぜ AV を襲ったの？機体のロゴに気づかなかった？煙を吹いた AV を見てどこに落ちるか予測がついたが、まさかカンタオだったとは。助けがいるかもって思ったよ。ダメでも何か積んでるだろうって。大間違いだったよ。この AV に乗ってた男に用があるの。何か見てない？何でもいいの。奴らが連れてったよ、俺らの車でな。どこへ？西に向かった。少人数の部隊で護衛してる。本部に連絡しようとしてるのね。連中に EMP を使ったのはお前らなのか？ええ、あんたたちに警告しようとしたけど繋がらなくて。ミッチたちの車を奪ったならタイヤの跡を追えるかも。連中は私が追う。ハナムはミッチとここにいて。私も行くよ。手伝うって約束したろ。それに連中はスコーピオンの仇だ。絶対に許さない。止めようったって無駄だぜ、ビー。行けよ。俺は仲間を呼ぶ。ここは任せろ。念のため私の車を置いてくよ。機銃はたまにジャムるから注意して。私たちはバイクで行く。分かった。当然ながらカンタオも AV を探しに来るだろう。急いだ方がいい。パナム。何？ソートンを取りに戻ってこいよ。約束する。行こう。じきに奴らの救助隊が来る。まだ協力を続けてくれる理由は復讐のため？関係ある？私は仲間を殺した連中を捕まえたい。でもあんたには協力するって約束した。それにあんた一人じゃ勝ち目ないじゃない。それもそうね。一人残らず全員始末してやる。最後まで付き合うから何があってもね。ビー、あんたはナッシュの時もミッチの時も力になってくれた。今度は私の番だ。ヘルマンは私が必ず見つけ出す。なんだ、借りを返すためだけにやってるのね。違う、ノーマッドは仲間を助けるもんだ。私を仲間だと思ってくれてるんだ。行くよ。あまり遠くに行ってないといいけど。すぐにわかる。タイヤの跡がある。追跡しよう。ここを通ったよね。気づかれたくない。タイヤの跡を追っていこう。片付いたね。
スコーピオンの言ってた通りかも。どういうこと？ナイトシティは私に合わない。街にうんざりしたらキブルの缶詰を買い込んで、コーヒーとウイスキーの水筒を持って一緒に旅に出よう。ロマンがあるね。どうして何もかもこうやって。気持ちはわかるよ。でもあんたはまだ生きてる。まだやるべきことがある。やばいぞ。連中が合流して応援を呼んだ。こっちに勝ち目はない。じゃあ急がないと。うちの3つたちの車だ。調べよう。他には何もなさそうね。早くヘルマンの居場所を突き止めないと。言ってた通りね。壊れてる。
多少は時間をロスしたはず。早く滑走路に何人か残して、残りはヘルマンと行ったってことね。大丈夫、きっとすぐに来る。ん？ヘルマンはきっとそこに拘束されてる。ドローンのパトロール、ここで間違いなさそうね。ええ、どこかに。でもあれを見て、潰れたスタンドにしてはポンプの状態がいい。連中は救助を呼んだのかもしれない。すぐにわかる。ターミナルを起動できない。交代域でもダメか。バカ野郎、そんなもん使ったらナイトシティ中にカンタオの AV が撃ち落とされたって知られるだろう。侵入した。ヘルマンは絶対ここにいるはず。Shroomers and Fumers, Mr. Whitey here. Drop that milk toast kibble and rush to the nearest store for a taste of sweet, 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 clean speed. Cause life is too short to be slow.
君だ。理想の暮らしを楽しんでるかい？きっと現実はチケタソイチップスに臭いぜ。撃つな、武器は持ってない。ここで何してるの？俺はここのオーナーマーティだ。コーパの野郎ども急に現れて、あるもの全てを奪った挙句俺をここに閉じ込めやがった。ずいぶん冷静なのね。慣れてるだけさ。塵がいくら舞おうが最終的には収まるもんだ。あとは誇りを払って仕事に戻るだけさ。連中は民間人の男を一緒に連れてたはず。見なかった？ああ、目はついてるからな。どこにいるかわかる？ガレージの上に部屋がある。そこじゃねえかな。どうも。しばらくそこでじっとしてた方がいい。そのつもりだよ。ヘルマンの居場所がわかった。今から向かう。オッケー。援護は任せて。こんなとこに客が来るの？車が通るかも怪しいのに。カメラのないとこで給油したいやつもいるんだよ。客は多くないが、みんなチップを弾んでくれる。わかるか？記憶消去量ってわけね。心配すんな。あんたのことも忘れてやるからよ。ずいぶん冷静なのね。慣れてるだけさ。魔王が最終的には収まる。続いて話がしたいだけよ。よりのばあらさかに私を連れ戻すよう言われたのか。情けねえ野郎だ。今にもちびって逃げ出すんじゃねえか。さっさと黙らせてやれ。嫌いなタイプなのね。そういうお前だって別に好きじゃねえだろ。この野郎、お前をあらさかの資格だと勘違いしてやがったな。悪く思わないで。
ヘルマンを捕まえたら盾村に知らせるはずだったの。ええ、すぐに連絡する。いいか、ヘルマンは最高の切り札だ。うまく使って何か引き出せよ。竹村は私を救ってくれたのよ。それはお前を利用できると思ったからだ、このバカが。いいか、あいつは決して味方なんかじゃない。竹村、いいニュースよ。ヘルマンを捕らえた。生きてるのか、何と言ってる。大丈夫、生きてはいる。これからサンセットモーデルに連れてく。ではそちらに行こう。俺が着くまで拘束しておけ。了解。それじゃあまた。抵抗しても無駄だ。ゆっくり話ができる場所に連れて行け。そうね。新しいお友達ができたようだな。こいつがヘルマン。ええ。外に運んでバイクに乗せよ。あんたはここ。ミッチがアルデカルドスを何人か集めてくれたんだ。誰にも捕捉されることなくここまで来れた。だが長居はしたくないな。こいつはどうするの。複雑な話なの。説明すると長くなる。なら今度聞かせて。ソウル、片付いた。制圧完了だ。ミッチを助けてくれたと聞いた。パナムと一緒にな。二人のおかげで死なずに済んだ。例の重要人物だな。ソウル、私はスコーピオンを。何かできることはない。お前はもう何もするな。全部私が悪いの。何も変わってないのね。そうやって背を向けることしかできないのかよ。協力してくれてありがとう。互いに恩を返しただけだ。気をつけて帰りな。何なのよ。ソウルなら心配ない。きっと分かってくれる。どうでもいいよ。そう言ってやるなよ、パナム。今回のことをソウルに伝えたらすぐにお前を追うよう指示したんだぜ。心配した。ソウルが本当に。たとえ関係がギクシャクしてでも家族には違いねえ。ソウルは家族のためなら何でもする。でも今の私は家族かどうかも怪しいのに。分かってんだろ。戻ってこいよ。そうか。なんか恥ずかしいところを見せちゃったね。なんというかややこしいことになっててさ。でも心配しないで、私は大丈夫だから。 B も気をつけてね。この後はナイトシティに戻るつもり。うん、まあ多分ね。ひとまず落ち着いていろいろ考えないと。じゃあ行くね。またいつか。やつらだ、増援が来るぞ。ずらかろ。またね。スコーピオンのバイクを頼んだよ。そいつはあんたのもんだ。
起きて。なんだ、どこだ、ここは。ど田舎のモーテルよ。説明になっていない。どうでもいいでしょう。あんたが一人でここを出ることはない。何が目的だ。あんたの発明品アラサカのために作った生体チップについて話がしたい。待て、その前に一つ確認させてくれ。君は頼信の資格じゃないんだな。違う。ということは私と取引したいのか。君のボスがカンタオよりも金を出すなら話をしよう。誰の資格でもない。ただしあんたには協力してもらう。協力？どういうことだ。あんたのチップのせいで私は死にかけてる。とんだ不良品ね。苦情の申し立てならもう少し詳細を聞かせてくれ。頭の中にシルバーハンドのコンストラクトが入ってるのよ。それを取り除きたい。シルバーハンド？コンストラクト？そんなバカな。チップはどこで手に入れたんだ。よりのぶ荒坂から盗んだ。頼まれてやったんだけど、クライアントが問題ある、ね、それでチップを自分の頭に入れたのか。正気とは思えない。実際悪い考えじゃなかったのよ。頭を撃たれたけどチップのおかげで生き返ることができた。ふん、よりのぶの計画は絶対に失敗すると思っていたが、こんな展開は想定外だ。荒坂の最新技術が民間人の手に渡るとは。いいから早くチップを取り除いて。そう単純な話じゃない。あんたが作ったチップでしょ。何が問題なの。さっきの話が本当なら君が刺したのは新型のプロトタイプだ。難しいのは分かってる。リパーが言うには。そこらのリパードクに見せたのか。他に誰が知ってる。助けが必要だったのよ。医者に行く前にカンタオの AV を落とそうとするほどバカじゃない。従来のチップと何が違うの。記憶痕跡のタイプが何というかより主体的、攻撃的とか。特別なのはそのチップであり、シルバーハンドの記憶痕跡ではない。以前のバージョンではあらかじめ保存された記憶痕跡とやり取りするだけだった、希少価値も価格もバカ高かったんでしょ。プロトタイプはそれ以上だ。記憶痕跡を別の生体内で活動させられる。私が荒坂を離れた時プロジェクトはまだテスト段階だった。新型チップはそもそもどういう目的で作られたの。記憶痕跡が元の人格を追い出し体を乗っ取るっていうのはバグじゃなくて仕様なわけ。体の方は移植工程で神経活動を停止する。試験段階ではそう考えられていた。死ぬってこと。その通り。だからこそ君の身に起きたことは興味深い。要は永遠の命じゃない。そんな代物を買える人なんているの。いないさ。そもそも社外に出す予定はなかった。プロトタイプはサブロー荒坂のために作られたんだ。プロジェクト全体の指揮も彼が取っていた。頼信がいなければ誰にも知られることはなかったのね。そして君がいなければプロジェクトは成功していなかっただろう。君は歴史を作ったんだ。そんなことはどうでもいい。さっさとチップを取り出して、うん、まずは見させてもらってからだ。まだ会ったばかりでしょ。信用できない相手には見せられない。ならなぜ君は私をさらったんだ。チップを見ないことには協力のしようがない。わかった。驚いたな。これはまるで。まさかコーポ野郎の世話になるとはな。嘘だろ。何？どうしたの？きちんと分析できないのが非常に悔やまれ。残念だったな、V。モルモットになり損ねたようだぞ。ねえ、取り除き方は。残念だが、君の神経回路は完全に損傷している。もはやこのチップなしでは機能できない。
私にできることがあったとしても。出たな、金が必要か。スウェーデンの診療所を紹介することぐらいだ。苦痛を緩和して楽な最後を迎えられるようにしてくれる。待って、プロジェクトはまだテスト段階なんでしょ。この先どうなるかなんてわからないはず。先ほど脳がコンストラクトに食われている様を見た。何があっても宿主を乗っ取るようプログラムされているんだ。君の哀れな脳みそになすすべはない。何をしたっていずれは記憶痕跡に支配されるってこと。ああ、はた迷惑なやつだな。肉体のあった頃と何も変わってない。荒坂内でも俺様は伝説的存在になってるのか。私の頭に何が起きてるの。こっちが聞きたい。二つの人格を持つのはどんな感じなんだ。幻聴とはわけが違う。君は自分であると同時にシルバーハンドでもあるんだ。そんな話はもういい。もしかして時間稼ぎでもしてるの？それとも自分が何も知らない役立たずだって言いたいわけ？もしそうならこの場で頭を打ち抜いてあげる。時間の無駄だから。やっちまえ。力になろう。私と一緒にカンタオへ来てくれるなら。全く信用できない。むしろ私を出しにカンタオに取り入ろうとしてるとしか思えない。その頭にあるデータの価値を分かっているのか。君を助けられないとしてもそのデータだけは救い出さなくては。この野郎、ついに本音が出やがったな。こいつはお前を利用したいだけだ。カンタオはダメよ。他に考えはないの？私以外に頼れる人物がいるというならチップの設計図を渡してやってもいい。プロジェクトの全貌が記載されている。カンタオは大層な額を提示してくれたよ。今手元にあるの？持ってなかったらいよいよ役立たずだな。 B 竹村、どうしてこいつが。彼からもいくつか質問があるそうよ。正直に答えれば助けてくれるかもね。ちょっと待ってて。設計図を。何もないよりマシか。こいつを読み取れるテックオタクを見つけないとな。こいつはどうなるの？まだ決めかねている。冗談でしょ。流れに身を任せてみようかと思ってな。私はもう行くから、こいつは好きにして。話をすればきっと分かり合えるはずだ。ふん、だといいがな。 B、 このことは忘れない。しかし熱いな。喉がカラカラだよ。なんだ、 B は水も出さなかったのか。やれやれ、非情な女だ。だが心配するな、俺は違う。今すぐバケツ一杯持ってきてやろう。いや結構だ。いいんでしょ。ますます俺みたいになってきたな。そうかもしれない。年寄り夫婦みたいに喧嘩ばかりだ。ここらでそろそろお互いを信用した方がいい。
私は体の端から端まであんたを嫌ってるのに信用なんてできると思う？なぜそうなったか説明してほしい。そう閣下するな。冷静になれよ。正直どうして大勢の人があんたに惹かれたのか理解できない。おい、もういいだろう。私この先どうなるの？昔の自分は徐々に忘れていくだろうな。私は一体何がしたいの？大物になる。それを夢見てただけなのに、今は生きるのがやっと。人の進化が問われるのはいつだと思う？それは死に直面した時だ。何者かになれるチャンスはまだある。そんなの嘘よ。死や苦しみなんて無意味。伝説はそんな風には生まれない。どんな感じだったの？死ぬのって。俺は世界の頂点に立ってたんだ。失敗するなんてこれっぽっちも考えてなかった。今の方が死をリアルにより身近に感じてる。やっと今になって。半世紀も時間があったのに。みこしにいる間は眠ってるような感じだった。意識がないから時間が過ぎていく感覚もなかったんだ。それがみこし。俺が覚えてるのは寒さ、闇、そして恐怖。それともあれはお前の死だったのか？そもそも荒坂はなぜみこしを作ったの？サブローの頭の中を覗きゃわかるだろうよ。賄賂や洗脳で人を操るのは誰でもできるが、人の魂を分解し再プログラムできるのはみこしの他にない。犠牲者の数は膨大だ。恐ろしいほど有能なランナーたちがソウルキラーの餌食になって閉じ込められてる。おそらく連中に利用されてるんだ。人の心を支配する、それが目的ってわけね。よくあるパターン。企業は常にどうにかして人を縛ろうとしてきた。だがサブローはレベルが違う。奴は人類を操ろうとしてるんだ。英雄は得てして早死にするけど、あんたはどうなるか分かってたはず。自業自得ね。死は覚悟してた。劣悪な監獄もな。だが神輿は死よりも下道だ。なぜか分かるか？奴らに意識をいじくり回されるから。それなら実験用のネズミと大差ないだろう。違う、そうじゃないんだ。別の誰かとアイデンティティを入れ替えられて、それを自覚すらできないからだ。企業はすでに世界を支配してる。次に狙われるのは人だ。あんたも私を蝕んでる。みこしと同じことをしてるだなんて皮肉ね。分かってるよ。だからこそ手を打つんだ。とにかく仕事に戻ろう。そうだな。